わあ惜しい。ああ、コウジロー、アダッス、ウータ、ウィナーズ。今日のゲストは中田浩二さんです。よろしくお願いします。そして今日の企画は中田浩二さんとボレーシュート対決。よろしくお願いします。ルールを説明します、はい、ゴジラにですね、クレイジーキャッチというマシンがあります、はい、これにパスを出すとボールが跳ね返ります、うん、その跳ね返ったボールをボレーシュートで、なるほど、決めるっていう対決です。で、対決のチーム分けなんですけど、ウータがキーパーに入ってもらって、はいはいはい、で中田さん VS コウジロー&アザスでこのチーム編成でやっていきます、うん、なるほど。で、先に3点決めた方が勝ち、はい、この流れでやっていきます。こいつ結構わがままでアトランダムで飛んでいっちゃうんですよ、これを上げるっていうところが意外と難しいかもしれないです。そこなんですよね。そこからのボレーシュートですね、はい、何回もやってるんで。まあでもじゃあ結構点取れてる、はい、いや大丈夫です。そもそもキーパーでしょ。はい、僕キーパーです。なんですか、大丈夫、なんか信頼されてないですよねさっきから。で、まあ、あの普通に対決すると、うん、出力差がやっぱあるので、はい、これあの本来永田浩二さん左利きなんですけれど、僕たち右利きで蹴りやすいように設置させてもらいます。あ、はい、わかる。あ、はいはい、これがハンデということで、オーケー、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それじゃあやっていきまーす。シザース。それでは早速俺対決です。勝つしかないね、このまま。さっきね、うん、大敗しちゃったからね、うん、あんま考えちゃいけないかも。楽しもう、楽しもう、楽しもう、大丈夫です。では先行、ミラーズ。はい、はい、お願いします。じゃあどっち行く、はい、いいよ。え、あれ、もう力あれ、どっち行くどっち行く俺に任せとけ。お願いします。お願いします。お願いします。もうね、3本決めちゃったらもうすぐ終わるから。ごめん、いきます。よっよっ大変だ。どうした。あ、いやいやいや、1本目ってさあかんで。もうダメです、ダメです、ダメです。コウジさんもこうだから最初。ごめん、ごめん。よし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 やばい。おお、やばい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 。力んだ。らしくない。力んでる。中田さん力んでるよ。力んでるな今。中田さん力んでますよ。はい、3球目。いや同じなんだよ。いや同じなんだよ。好きか俺。焦っちゃうよ。焦っちゃうね。焦っちゃうね。3球目、3球目。決めます。おお。やったー！
人で戦ってる。ナイス、ウータ。コツ掴むの早くないですか。もう掴んで、もう掴んでますよね。よし、行きます。ナイスセーブ。あれ待って、今日はウータの調子いいからね。ファンのためにね。はい。オッケー。いいですか。さっきみたいな感じでしょ。はい、さっきみたいなワントラップを入れてもオッケー。オッケー。あります。あります。よし。お情けよ。こっからよ。これで決めちゃえばいいのね。すごい面白い展開を決めちゃえば。よし。待ってもらったよ。うわ。これ。視聴者の皆さん、これかなり簡単にやってますけど、めちゃむずいんですよ、本当に。なんか独特な緊張、言い訳が多い工場に立ってて決めよう。イメージ、あざす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 、ノリボ、ノリボ、ノリボ、はいはい。ワントラップして、それかよ。よし、でもワントラップしたからね、満足でしょ。決めよう。いきます。お願いします。どっちかっていうともう打ちに行くより、はい、ミート。
に強く蹴んなくても意外とボレーって勢いがあるから思いっきり打とうと思って振り回しちゃうと多分難しくて軽くもうミートするで、あとはもう振りすぎない当てるだけで、あー大振りがもうしたそうそうそう行きます。そしてリラックス、ほらうわほらうわほらうわあもうね、企画これでいいのよ、もう。どういうこと？そう、できるようになっちゃった。でもサムネタイトル、コウジロウ吸収力ありすぎでお願いします。みんなびっくりした。できんのかよって、みんな思ったと思うよ。エンディングいきます。じゃあ、ダンス。エンディング、エンディングです。じゃあ、ダンスゲー、ダンスゲー。いじらんないか。スラボいらない。あ、すいません。ということでですね、中田さん、はい、中田さんのおかげでめちゃめちゃうまくやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。上手い人のを見て教わって成長しましたね。ね、アザスもね、結構いいシュート出たから、だからもっともっとね、俺たち中田さんの言葉通りに練習して上手やります。はい、練習しよう。中田さん、本日はお忙しい中お越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご出演していただいた中田さんの各種 SNS 情報の URL を概要欄に記載しておりますので、この動画の後はチェックしに行きましょう。します。今日の動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。せーの、ウィザーズ。いやでも本当にね、練習すれば上手くなると思うので、自分の蹴り方とかで、大体ああいうボレーとかって力入っちゃうから、力抜いてで、うん、練習してもらえればいいかなと。コナミ。